セランゴール州とクアラルンプールトップトラジャヤの連邦領土の境界内のクランバレー内の主要都市。クランバレーはクアラルンプールを中心に隣接する市や町を含めたマレーシアの都市圏であり、セランゴール州に属する。クアラルンプール大都市圏とも重なるが、両社間には違いがある。クランバレーは北と東はキキィワンソ山脈、西はマラッカ海峡によって、 地理的に区切られている。北西部のラワン、南東部のセメンイ,イ南西部のクランとポートクランまで広がっている。都市圏と周辺は、マレーシアの工業と商業の中心地となっている。2012年現在、クランバレーには、約800万人が住んでいる。クランバレーは、文字通り、クラン側の渓谷に由来するなで、この地域を管流して、マラッカ海峡に注ぐ。 主要河川のクラン川にちなんで名付けられた。この川は地域の初期の開発と密接に結びついており、19世紀後半には鈴の鉱山町が連なっていた。この地域の開発は主に東西方向で行われたが、クアラルンプールを取り巻く都市部はペラ州とヌグリスンビラン州との境界に向かってそれぞれ北と南に拡大していった。 クランバレーを構成する協会の正式な指定はないが、多くの場合、次のエリアとそれに対応する、地方自治体で構成されると想定されている。マレーシア国会による、クランバレーの定義本来のクランバレーしばしば含まれる、時々含まれる、キロリットルセントラル駅。クランバレー地域及び西マレーシア全体の交通の、要衝。クランバレーは公式には別々の都市と、 郊外地区で構成されているが、これらの都市間の統合度は非常に高く高度に発達した道路網と拡張された統合鉄道輸送システムがある。多くの高速道路が大都市を縦横に走っており、自動車は移動に最も便利な方法となっている。しかし、ピーク時には高速道路全域が麻痺状態となるようなクランバレーの悪名高い交通渋滞を引き起こしている。 1990年代以降、ラピドキロリットル、マスラピットトランジット、KTM コミューター、クレアエクスプレス、キロリットルモノレールなどの新しい鉄道システムが開発された。これらの鉄道のほとんどはスーパープロジェクトとして大規模な拡張を経ている。クランバレー統合輸送網は現在、新しい MRT 路線と LRT 路線。 およびプトラジャヤ行きのプトラジャヤモノレールを含むものに更新されている。クランバレー周辺を運行するバスも充実している。ありがとうございます。